ケンドーンはアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州ウースター郡サウスブリッジ出身。2001年15歳でプロレスデビュー。ニューイングランド地方で活動した後、数々のレスラーを世に送り出したキラーコアルスキーの下で本格的にプロレスを学ぶ。その後 WWE に入り、下部組織のオーベにて活動をする。2003年に、 ジョバーの若手選手として RAW にて TV ショーデビュー。2004年にも前座番組ヒートに登場している。それから2年後の2006年1月にケニーというリングネームで5人組ユニットスピリット、スクワットの一員として RAW に登場。ショーン・マイケルズと交争した後、4月にはマイキーと組んでビッグショーケイン組から世界タッグ王座をダッシュする。 その後、ビンスマクマホンの下で、デラックスと構想するが、負けが込みメンバー内でも徐々に亀裂が生じ、11月のサイバーサンデー2006で、リック・フレアー、ロディ・パイパー組にタック・オーザを奪取されてしまう。2007年になってからは、その他のメンバーは、オーベに戻され、ケニー一人で活動することになる。リングネームを、ケニー・ダイクストラに改めた。 6月に行われたドラフトにてスマックダウンに移籍。移籍後はビクトリアをマネージャーにつけ、ジミー・ワンヤンとトリー・ウィルソン組やチャック・パルンボとミシェル・マクール組と構想。1年以上、WWE のスクリーン上に出ることなく長期、欠場していたが2008年8月のスマックダウンで復帰。復帰早々いきなり WWE 王座戦で、トリプル H と対戦するが、 あっけなく敗退。その翌週には、ロンキリングスの WWE 復帰後のデビュー戦の相手を務めるも、この試合でも敗れてしまっている。同年11月10日に WWE を解雇された。WWE 解雇後は、本名名義でインディ団体で活動するようになり、ドラゴンゲート USA、ティネ、エボルブなどに参戦。2011年11月には、 WWE のスマックダウンのダークマッチに登場し、ジャスティン・ガブリエルと戦い破れている。2021年4月20日、ツイッターでレスラーを引退することを発表した。ありがとうございます。